エセックス級のネームシップ、エセックスです。建造されてから多くの期待を寄せられていましたが、やはり私よりエンタープライズ先輩の活躍の方がもっと注目されていましたね。私だってもっと早く戦闘に参加していたら。ここがエンタープライズ先輩の、ユニオンの最新鋭空母エセックス正式に着任しました。指揮官、私の活躍を期待していてください。みんなの期待を絶対に裏切ったりはしません。やっと来ましたか。すべては準備万端です。指揮官、出撃の指示を。指揮官は何を知りたいですか。私が知っていることなら何でもお答えしますが。みんなエセックス級は強いと認めていても、いざ口にするとやはりエンタープライズ先輩ばっかり。はあ、私には同型艦がたくさんいますね。ネームシップとして頑張って手本を見せてあげないと。武蔵とヤマトですか。彼女たちは、尊敬すべき素晴らしいライバルです。いつかまた出会えたらいいですね。あ、出撃ですか。私に任せてください。あはあ、雑談したかっただけですか。こんなこと、私まだ新しい任務が。私にも任せてみませんか。任務報酬が届きました。受け取りに行かなくてもいいですか。新しいメールです。どうぞ。出撃艦隊、無事母港に帰投しました。指揮官、戦闘報告の下準備は完了済みです。時間が惜しいので、今からその振り返りをしましょう。私たちエセックス級の誕生は、強い兵隊部署があってのことです。ちゃんとみんなに感謝しないと。ジェット機はいつになったら。航空隊、直縁配置に到達。防空体制移行完了。全艦、最大戦速。エンタープライズ先輩、私の活躍を見ましたか。このままでは終わらない。絶対に大空を駆けよう。戦いはまだこれからです。エンタープライズ先輩、こんな指揮官に我慢して従っているのか。対艦巨砲主義の時代の終焉をこの目で見届けました。航空母艦の時代もいつか終わりを迎えるのでしょうか。妬み？いいえ、そんなことはありません。エンタープライズ先輩は私たち全員に尊敬される英雄です。ただ彼女の七光だとされていることは、私にはやっぱり。私エセックスは誰にも負けません。たとえ相手がエンタープライズ先輩だとしてもです。しかし、どうやってみんなにそれを認めてもらえるか。指揮官、あなたならきっと分かっていますよね。エンタープライズ先輩のようなヒーローになれないかもしれません。ですが、彼女と同じく人々の記憶に残る存在になれるような気がします。だって指揮官となら、私どんなことでもできる気がしますから。お互いが支え合っている幸せな気持ちは、一度でも感じたら虜にされますね。
指揮官、ありがとうございます。 SX がどうやってみんなに認めてもらえるか、一人で悩む必要はなくなりました。 SX、 これからはずっとあなたのそばで、あなたと共に歩むことを誓います。エンタープライズ先輩、よく見ていてください。あなたには負けません。今は航空母艦の時代です。